アローラー、こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネルダイスです。今回はポケットモンスターサンムーン3の方やっていきます。ということで、現在地はポニの悲願の遺跡。今回は最後の土地神ポケモン、カプレヒレゲットに向かいたいと思います。今まで2体ゲットに行った時にクイックボールがあまり効かなかったんですよね。なので今回は初手クイックボールではなく、徐々に減らしながらカプレヒレゲットを目指したいと思います。いや、何人に入ってくれるのかっていうのが楽しみなんですが、できればですねモンスターボールでいけないかなと思っています。ということで奥まで到着しました。ここの遺跡は紫色がラインで入ってる遺跡なんですね。では早速行ってみたいと思います。石像に手を触れるぞ。遺跡の石像に手を触れた。カプーレ、鳴き声もね独特ですよね。あ、来ました来ました。カプレヒレ現れた。カプレヒレかわいいですね。お、ミストメーカー。足元に霧が立ち込めた。戦闘はマッシブーンになっていたんですが、どうやって削っていこうかドキドキしますね。まず飛びかかるでいいんじゃないかと思うので、まずは飛びかかるで削っていきたいと思います。攻撃力が下がる。自然の怒り来てますね。この後はもう一回飛びかかるだとちょっとラインがね倒してしまうかもしれなくて怖いので、ここで変えていこうと思います。ダダリン変えましょう。泣かせたダダリン、よし。自然の怒り、ダダリン半分になっていますが大丈夫かな。ギガトレインでどれぐらい持っていけるかですね。濁流、あ、耐えてくれてる。ダダリンはギガトレイン効果抜群。これはもう一回やるのがちょっと怖いですね。もう一回やるの怖いな。巻きつくもねずっとなってしまうし、シャドーボール、もう一回ギガドレインいけるかな。行ってみます。自然の怒り、ギガドレイン、あー、持ってくれてる。よし、じゃあここからモンスターボール投げていきましょう。一番最初はやはりモンスターボールで行ってみたいと思います。モンスターボール投げる第1投ですね。うおー、すぐだった。ボールから出てきてしまった。ハイドロポンプ、ダダリン。うわー、急所に当たった。ダダリンが倒れてしまった。足元の霧は消え去りました。次のポケモンに変えましょう。またね、マッシブーンにちょっと戻ってきていただいて、再度、ボール投げていきましょう。今度はスーパーボールいってみます。2投目スーパーボール。前回ねカプブルーの時にねだいぶ長期戦だったので、今回はドキドキをそんなに長期戦にならなければいいなと思っていたんですが、また読めないですね。全く読めないな。3投目はハイパーボールでいってみます。ハイパーボールを使った3投目どうでしょう。あー、出てきちゃいましたね。あまり変わらないですね。長く入ってるかと思ったらそんなことはない。あ、ここでマッシブありがとう。倒してしまった。そうだな。電樹木いってもらいたいと思います。電樹木、まあね、触ると麻痺とかにもなってしまうのでちょっと怖いんですが、これで投げるのはどうかな。スーパーボールに1回戻ってみます。スーパーボール、これで4投目ですね。うおーダメだ、ボールから出てきてしまった。もうちょっと、うわー、電池目半分になってる。そっか。でもダークボールってどうなんでしょうね。ダークボール投げてみます。夜だっていうのもあるので、ダークボール、これで5投目ですね。お、回る？いける？お、あ、来た！よかった！やった！カプレヒレを捕まえたぞ！嬉しい！よし！でもですね、今回捕まえたカプレヒレ、データが新しくポケモン図鑑に登録されます。やったー！これで4体目登録完了。揃いましたね。赤くなってビンゴー。同じページのポケモンが全部揃ったろ。嬉しい。土地神ポケモンが登録されたろ。早速調べろと。調べてみましょう。今回のカプレヒレ、図鑑ナンバー288、土地神ポケモン水フェアリータイプ、高さが 1.3 メートル、重さが 21.2 キロ、軽いんですね。で、深い霧で敵を惑わせ自滅させる恐ろしさを持つ。海流がエネルギーの源。あ、水タイプだったんだ。なるほど。ではでは、ニックネームつけずに一旦手元に入れて、他にどんな技があるのかっていうのも使っていきたいと思います。マシモンお疲れ様です。ありがとう。よし、では行ってみます。持ってきました。回復をさせつつ、はい、お預かりします。お願いします。はい、ではでは、今ゲットしたカプレヒレ、性格も見てから戦闘に行ってみたいと思います。カプレヒレ、性格は臆病、特性はミストメーカー、自然の怒り、濁流、アクアリング、ハイドロポンプを技として持ってますね。強さのところでアクアリング見てみたいと思います。アクアリング、あ、自分の体の周りを水で作ったベールで覆う。毎ターン HP を回復する。すごいで、ミストメーカー、これ一番最初に特性出てましたね。ミストメーカー、登場した時にミストフィールドを張り巡らせるということで、ゲットしたカプレヒレ、早速戦闘に使ってみたいと思います。よーし、柳キラマウンテン、下に下がって使ってみましょう。はい、何が出てきてくれるかな。お、来た来た。お、先頭にね、今カプレヒレ置いてあるので、おお行ってみたいと思います。行けカプレヒレ。相手はロコーン。ミーソフォームのロコーンは氷タイプですね。行ってみましょう。でもまずアクアリングは回復なのでまだですね。自然の怒りからいきます。自然の怒り、おお、半分ぐらい吹雪が来る。吹雪、馬一つのようだ。あられが襲う。戦う。そうだな、今度はハイドロポンプ行ってみましょう。当たらなかった。吹雪、効果は今一つのようだ。これぐらいでアクアリング使ってみたいと思います。どれぐらい回復入るのか気になるところですね。アクアリング、アクアリングをまとった。封印、お、相手の技を封印したカプレヒレがこれで回復していくんだ。あ、だいぶ戻りますね。ロコン、助けを呼んだ。現れますかね。おお、来た2体目。ではでは、倒していきたいと思います。自然の怒り、これで最初のロコンを攻撃。はい、冷凍ビームが来る。わあ、誘惑であられが襲って、ここでまた回復入りますね。もういいな、自然回復が。どれぐらいのターン続くのかな。もう一回自然の怒りで攻撃。当たらない。怨念が来る。野生のロコの怨念、けようとしている。あられが襲う。で、回復。ミスのリングいいですね。あ、ミストメーカー終わりました。では、濁流をやってみます。濁流当たらないかな、大丈夫かな。お、よし、片方いきましたね。吹雪が入る。効果が今一つのようだ。ここでもう一体のロコンからも吹雪。おお、あられの効果も。で、回復が入る。お、すごい水のリングすごいな。では、自然の怒りで1体ずつ倒していきたいと思います。これで出てきてくれた方のロコンが倒れる。はい、怨念が残る。封印。もうちょっと残ってるけど、でも入るごとにね、回復が水のリングであるので、その分はいいですね。もう一回濁流いこうかな。はい。お、今回はどちらも当たらない。誘惑。あられが襲う。98まで落ちてきてますけど、またね、10回復が入りますね。自然の怒り。いきましょう。はい。これで、一体倒れた。経験値もらいました。封印。相手の技を封印した。おお、また回復なので、10あられが入ってもここでね、プラスマイナス0になりますね。どうしようかな、ハイドロポンプは。あ、違うな。自然の怒りをもう一回いってみましょう。吹雪。効果は今一つのようだ。で、あられも入って、あ、89まで落ちてる。なんか109まで回復、あ、99まで回復しましたね。はい、自然の怒り。吹雪。水のリングの回復はだいぶいいですね。おお。で、今回ね、ゲットしに行った時は水のリングの回復はなかったので、どんな感じなのかなと思ったんですが、10ずつの回復が入るってことですね。で、しかも長いずっと回復1回かければ捨ててくれるのが嬉しいですね。どうしようかな、倒せるかな。自然の怒りで当たらない。これで封印されてるから、もうそろそろ。おお、また水のリングで回復。ちょっとポケモン変えて倒していきたいと思います。電磁木。はい、カプリヒレお疲れ様です。湯気伝でもく。では行きましょう。あ、封印。相手の技を封印した。で、あられに襲われてる。あ、助け呼んでる。現れる？お、今回は現れなかったですね。では行ってみましょう。放電。はい。で、樹木の放電。よし、ロコンは倒れた。はい、ということで経験値もいただくもらいましたね。いやー、今回ね、ゲットしたカプレヒレ、アクアリングの回復がだいぶ10ぐらいずつの回復だったので、これは自己回復としてはすごくいいですね。うん。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。今回は土地神ポケモン最後のカプレヒレゲットに行ってきました。アクアリング戦闘中に見れなかったので、今回戦わせてみて使ってみたんですが、10ずつの回復っていうので、これ自己回復優秀ですね。あとは特製のミストメーカー、これがまたピンクになって綺麗でしたね。ということで、ポケットモンスター3だと攻略系やっていきたいと思っていますので、何かやってほしい内容等ありましたらコメントお待ちしています。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた。See you!